子にあたう、来た一揆、遺書、大揆を、この経典は、汝の知るごとく、父の敬視するまで、独自せるものなり、汝のイクると、不説を合わせるごとく、突然として、父は霊魂を見、神仏を見、この法華経を授事するに至れるなり。すなわち、 何時のイクルルとより、父の臨終まで独自せられたる、市長子孫の経典なり、父はただ、この法華経をのみ、何時に残す。父の思い出さるる時、父の恋しき時、何時の航路において悲しき時、迷える時、恨み、怒り、悩む時、また、楽しき、嬉しき時。 この経典を前にして、難妙法蓮華経と唱え、念ぜよ。しからば、神霊の父、直ちに汝のために、諸神諸仏に祈願して、汝の求むるところを満足せしむべし。経典を独自し、下脱することをうるの時き来たらば、父が二十四年間なせしごとく、呪呪三昧をもって、 生活の根本儀とせよ。すなわち、その生活の遺憾を問わず、何時の父を見、父と共に生き、しかして、諸身諸物の加護、指導のもとにあるをうべし。父は何時に何者をも残さず、しかもこの無常再尊の宝珠をとどむる者なり、昭和十二年八月十八日、父、 一期。